2023年6月の100円ショップキャンプ道具新商品情報、今月もすごいんです。どうもやみつき松本です。ということで本日は100円ショップダイソーさんの新商品いろいろ見つけてまいりましたので、早速ですけども皆様と一緒に情報を共有していきたいと思います。まあすでに情報ご存知の方もいらっしゃる商品ばかりかと思うんですけども、最後にご紹介するのはおそらく緊急速報と言っても過言ではないスピードかと思いますので、ぜひね動画最後まで見ていただいて、もしね欲しいものがあった方はねすぐにダイソーさんに走っていただければと思います。まずはね2023年6月までに発売が確認されている新商品ということです。ので今までにねすでに発売が確認されているであろう商品もご紹介していきたいんですけども、まずね1品目にご紹介するのはこちらダッチオーブンです。でこれに関してはおそらくたくさんの方がねレビューはしていると思うんですけども、内径が 11.5 センチのダッチオーブンが1100円でダイソーさんで販売が開始されたということで、もう先月とかね先々月ぐらいにかなり話題になっていた商品でございます。でこれちょっと開けてみますが、一応ジャンコードはこんな感じでございます。ちょっと開けてみますね。よいしょ、こんな感じの商品で、よいしょ、開封するとこんな感じの商品でございます。まあ、ダッチオーブンなんですけども、かなり小さい、内径が 11.5 センチというサイズになっておりますので、主にね、ソロキャンプでしっかりしたオーブン調理をしたいという方にはかなり、注目の商品じゃないかなと思うんですが、私ね、これ実は以前ご紹介した商品の中に、よいしょ、こんなものもあるんですよね。これは私が持っているものなんですけども、これ実はホームセンターのカインズホームさんで購入したものになっております。で、こんな感じで見ていただければわかるんですけど、めちゃくちゃ似てますよね。そもそも同じなんじゃないか説が出るぐらい似ている商品なんですけども、カインズの商品に関しましてはダッチオーブン12センチという名前で販売されている商品で、まあこうやって見ていただけると内径ね 11.5 と12センチということで、こちらのねカインズホームさんの方がやや大きいかなというところ、それからちょっと分かりづらいかもしれないですけど、高さもね若干カインズホームのダッチオーブンの方が大きいかなと思います。カインズホームのダッチオーブンがちょっとねツヤっぽいのは一回使ってるからということで、過去動画でね、確認をね煮る様子もお伝えしたことがあるんですけども、ダッチオーブンこのサイズのもの欲しい方はねカインズホームのものがおすすめですよということで動画にしましたが、まあ今回ねダイソーさんで発売されたこの1100円のダッチオーブンなんですが、カインズホームさん実はね980円で販売しているんですよね。なんで税込み980円でちょっと大きいバージョンと、税込み1100円でちょっと小さいというダイソーの今回の新商品なので、まあこの手のダッチオーブンあえて欲しいという方はですね、引き続き私の方ではカインズホームのこのダッチオーブンの方をおすすめしたいんですが、このカインズのダッチオーブンね、なんと今品薄状態でなかなか買えない状態が続いているようですので、まあねダッチオーブンすぐに使いたいよという方はね、ダイソーに行けば今新商品として並んでいる確率はかなり高いと思いますけども、まあそんなに焦らないけど後々ねこういったソロサイズでオーブン調理もちゃんとしたいんだっていう方はですね、まああえてこのダイソーさんのダッチオーブンをチョイスしなくてもですね、カインズホームにより安くてちょっと大きいタイプの、まあ、ちょっと大きいといってもほとんど同じ大きさではあるんですが、まあほとんど同じ大きさでちょっと安いタイプのダッチオーブンがカインズでもあるよということだけ覚えていただければと思いますので、まあ今回ね使い勝手に関してはどちらもね、申し分なく使える商品ですし、まあ、このサイズのダッチオーブンということでソロキャンプのね調理の幅を広げてくれることは間違いないと思いますので、より本格的な調理が楽しみたい方はねダイソーさんの新商品のダッチオーブンもちょっとチェックしてみてもいいかなと思います。はい、ということでもうすでにね情報が出回ってる商品ですが、私の方ではあえて、カインズホームさんのダッチオーブンと比較という形でご紹介しました。1品目にご紹介しましたのは、ダイソーさんでダッチオーブンが出ましたよということです。そして2品目にご紹介する商品はこちらです。エッグケースです。ありそうでなかったようでなかったっけみたいな感じにもうなってると思うんですけども、セリアさんの方ではですね卵型のスパイスケースとかね、発売されていて、そちらをねセリアさんの新商品動画の方でもお伝えしたんですけども、今度はですねエッグケースということで卵を持ち運ぶものなんですけども、まあ従来のエッグケースですと4個とかね6個タイプのちょっと長方形のようなね正方形もしくは長方形のケースは既存であったんですけども、こういったね卵の持ち運びに便利なケースも発売が確認されております。主にねキャンプやトレッキングにと書いてあるので、アウトドアコーナーで展開していることが多いんじゃないかなと思います。ジャンコードはこんな感じです。ということで、まあ具体的に見ていきますと、まあこれだけですね。はい、こんな感じになっていて、この横のところに切り欠きがあるので、はい、ここの部分の爪を中に押し込むような形でパカッと開けることができます。
で、たまたま卵がありますので、まあ、こんな感じで中に入れて、ここパチンと止めることができて、まあね、紐もついておりますので、まあ、どこかに下げるってことはないと思うんですけども、まあ、卵をね、より外からのダメージから守ってくれるということで、ただね、ちょっと設置面積は多いので、多分デコピンとか思いっきりすると割る自信はありますけども、こういった、例えば収納の中でのダメージとかはね、ある程度軽減してくれると思います。こういったね、エッグケース、他にもいろいろありますよということで、100円ショップでも4個収納できるタイプのエッグケースですとか、6個収納できるタイプのエッグケース、そもそもね、存在はしていたんですが、なぜあえてこのね、網々のメッシュになったプラスチック状のケースを別に販売してきたかというところなんですけど、これ私が考える中で、まあメリットとして挙げられるのは、このままね、お湯とかに入れられるんじゃないかなと思っております。なので、お湯とかにもう収納ケースのままですね、この紐もついてますのでドボンと入れて茹でてこのまま揚げるということで、ゆで卵を作る時とかは本当に、収納から、まあ、調理までね、このケースのまま使えるというメリットがあるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、エッグケース結構ね、地味ながら使うシーンっていうのは多いと思っておりまして、私もね、100円ショップのあのエッグケースかなり使用頻度高いんですけども、特にゆで卵とかのね、調理にまで使えるようなエッグケースが欲しいという方はですね、こういったメッシュ状の新しいタイプのエッグケース、こちらもいいかなと思います。サイズがね、 S から M サイズ用ということで、私今この中に入れてるのおそらく M サイズなんですけども、縦はねまだ余裕があるんですが、横はね結構パンパンなので、おそらく L サイズだと厳しい場面が想定されるかなと思います。で、最近ね卵も高騰しておりますので、一つたりともね無駄にするわけにはいかないと思いますので、こういったね卵を守るホルダーというのは今後もとても大事なアイテムになってくるかなと思いますので、こういったメッシュ状のプラスチックのホルダー欲しいと、ちょっと気になるよという方はね、ダイソーさんで新発売で売っておりますので、チェックしてみてください。ということで、2品目にご紹介しましたのはエッグケースでした。そして3品目にご紹介いたしますのはこちらです。もうこの手のタイプいっぱい出すぎてわかんない説あるんですけども、今回発売が確認されたのはロールタイプのペグ収納ポーチでございます。ここにあるようにですね、ペグがね、いくつか収納できるポケットみたいなものがついていて、ハンマーも一緒にしまっておけるものになっております。で、通常時はこうくるくるくると巻いてロール状にして持ち運ぶことができるということで、長さが20センチから40センチのペグ20本が収納可能ということになっております。ちなみに価格は550円で販売しておりますので、その点はちょっと注意かなと思います。ランコードはこんな感じになっております。ちょっと開けてみます。はい、こんな感じです。結構大きいですね、想像よりも。広げるとこんな感じになっております。で、ここがですね、ペグを入れるようになっておりますので、例えばこれもダイソーのねペグね、めちゃくちゃ使い倒して曲がり倒してますけど、まあこんな感じで、まあペグを入れることができるという感じで、このポケットが20本分入っているということで、長さがね20センチから40センチということですので、結構長いものまで入れられるような仕組みになっております。で、このペグ入れのポケットの横にはですね、まあこういったペリペリが出ますので、ここにハンマーですね、私の場合だと全圧のこのハンマーをよく使っているんですけど、こういったものを固定して入れておくことができるということになっております。全圧のペグぐらい短いものだとちょっと長さカツカツではありますが、まあ使用するには十分な、使い勝手かなと思います。まあ主な使用用途はそんな感じですので、なんとなく想像通りかなと思っていただければいいと思うんですが、先端と頭の部分にはですね、このようにガードがついているということで、このペリペリでこれが連結されている状態ですね。ここを開くとこんな感じで、下もこんな感じになっておりますので、まあ先がね尖っていても、ここの中にポケットの中に入りますので、なんか例えばこのペグケースとビニール袋を一緒に入れといたらビニール袋破れちゃったみたいなこともないようにガードができるようになっています。で、このペグケースのサイドの部分見ていただくと、ファスナーがついていて、メッシュ状のねポケットもついています。まあペグ周りのね小物とかもし何かあるようでしたら、ここに入れるようにもできているということになっております。で、外側を見るとこのね持ち手がついていて、ペリペリがついているということで、このね小物入れ、それからハンマーの収納の部分から畳んで、まあ、あのペグの長さにもよると思うんですけども、ペグが例えば短い場合とかだったら、まあ、こういう感じでくるくるくるとくるくるくると巻いて、で、先ほどのペリペリがあるので、それを伸ばしてこう、それを伸ばしてこう、こんな感じですね。これはペグ、こういう風にね結構、まあ、自分のメインとなるペグがねかなり決まっていて、本数もね毎回管理したいっていう方ね結構いらっしゃると思うんですけど、これでしたらねポケットが
20個って決まってますので、通常使うペグが1本ないとかね、そういう状況があってもすぐ、目視しやすいという意味で管理はねとてもしやすいかなと思います。まあ、550円というコスパということもありますので、ペグケース持ってないという方にはねおすすめできるんじゃないかなと思います。とにかくごちゃごちゃしたのがめんどくさいみたいなね方もいらっしゃると思うんですけど、私だとワークマンに売ってるねこういうね生地のものをですね、まあ、ペグケースとしてガバガバっと入れるように使っていますので、まあそこはね本当にスタイルとかね自分の管理の方法などにもよって変わってくる部分かなと思いますが、まあ、単純にペグケースとして見たときはですね、まあ、他社にもね同じようなものあると思うんですけども、まあ、ハンマーもねペグも収納できますし、ちゃんと一本一本ねきちんとしまっておきたいという方、さらにはそのペグをねなるべくコンパクトに持ち運びたいという方にはおすすめできる内容じゃないかなと思いますので、まあ、こういったもの550円でねどんどん出してこられるとね、いろんなメーカーの方はねちょっとびっくりしてくると思うんですけども、550円というねコスパながら通常仕様にはね申し分ない性能を持っているペグケースかなと思いますので、まあ、今ねペグケース持ってないよという方で、初めてのペグケースを探しているという方はね一度試してみてもいいのかなと思える製品だと思います。はい、ということで3品目にご紹介いたしましたのはロールタイプのペグ収納ポーチでございます。はい、そしてこっからメインなんですけども、最後にご紹介する新商品はこちらです。なんとアルミテーブルがダイソーから販売されました。商品名をアルミテーブルミニサイズ組み立て式となっております。一応詳細見ていきますが、組み立て簡単コンパクトに収納できるから持ち運びに便利、さまざまなシーンに使用できますということで、耐荷重が10キロと記載があります。ちなみにジャンコードはこんな感じになっております。パッと見ただけではちょっと伝わりにくいと思うんですけど、めちゃくちゃ薄くてめちゃくちゃ軽いんですよね。でこのねちょっと、まあ、これが発売しましたよと情報をねちょっとツイッターでいただきまして、ダイソーに行ったところですね、なんと長野県のダイソーにも入荷していたということで、まあ、テーブルの大きさはですね、幅が 28.5cm、 奥行き 21cm、 高さが 10cm となっております。これ本体重量は書いてないようなので、ちょっと後で測ってみようと思います。ここに書いてある通りですね、組み立て式のアルミのテーブルということですが、果たしてその大きさや使い勝手どうなのかというところを簡単にですが一緒に見ていきたいと思います。開封しますと、なんとキョンシーのお札のようなものに包まれておりますが、この紙包装何の意味があるんだろう。これが中に入っていたものでございます。まあ3種類のパーツが入っております。これがおそらく天面になる部分で、こちらが両足の部分ですかね、これが両足をつなぐものかなと思いますので、早速組み立ててみたいと思うんですけど、これねちょっと見た目じゃ伝わんないかもしれないですけど、めちゃくちゃ薄くてめちゃくちゃ軽いですので、結構ねもうサイズ自体はねこうコンパクトに持ち運べる商品だと思いますので、先ほどのね紙にはこんな感じで収納されていましたので、もうこの大きさとこの厚さで持ち運びができるので、特に荷物を減らしたい方にはこの時点でもねかなりおすすめできるんじゃないかなと思いますが、さて組み立てをしてみましょう。この足の部分にこれをかけていきます。はい、こんな感じ、はい、こちらもカチャンと言うてかけていきます。まあこの時点での感じはこんな感じです。まあそんなに難しいことはないですよね。そして最後にこの天面の部分をこの内側に通すような形でカシャンとはめ込む。はい、カシャンとはめ込む。そしてもう一つも一回こう打ちてカシャンとはめ込むと。これだけか。なるほどね。こんな感じです。はい。どうでしょうか皆さん。意外と組み立ててみると、なんて言うんだろう。ちょっとサイバー感がある、あるテーブルですね。今までのテーブルと比べるとサイバー感があって、まあ、特にね軽量なので使いやすいかなと思いますが、まあ、アルミということなんで、まあ、ある程度厚いものも大丈夫かなとは思うんですが、ちょっとアルミが薄いので、まあ、通常のアルミよりもですね熱に関しても注意しなければいけないのかなと思いました。で、まあ、これね今組み立ててみて実際に思ったところを挙げさせていただくと、まずね荷物をコンパクトにしたい方とか軽くしたい方には間違いなくおすすめはできると思います。まあいろいろなね、セリアさんのプラダンテーブルとかね、ああいったものもありますが、これもそれに匹敵するぐらいコンパクトには持ち運べると思います。まあただし組み立てはちょっと面倒かなと感じましたね。まあそれほどね難しいことはないので、どなたでもある程度、ね、簡単には組み立てはできるかなと思うんですが、まあ設営の手間というのは間違いなく発生しますので、まあそういったところでどう考えるかというのはそれぞれ皆さん次第かなというところもありますね。で耐荷重10キロということなんで、まあある程度のね通常のものは例えば
ここの上でねご飯を食べるとかそういう使い方であれば、まあ何不自由なく使えるのかなと思いますが、まあさすがにね10キロとか食べる方は別ですけど、そこまで食べる方もいらっしゃらないと思いますので、まあキャンプのね通常使いとして使う分にはまあ全く申し分なく使えるかなとは思うんですが、このね天面に関しては結構小さいです。で通常のテーブルと比べてもですね小さいですし、まあキャプテンスタックのねアルミロールテーブルですとか比較的安価なテーブルと比べてもテーブル面はかなり小さくなっております。改めてここで大きさの方を見てみますと、幅が 28.5 センチで、奥行きが21センチで高さが10センチということですので、まあこの辺はちょっと正直メインのねテーブルとして使う方は荷物をね減らしたいですとか軽量化を目指しているという方以外で、まあ通常のテーブルとしてこれを使おうと思うと結構小さすぎて不便かなと思う部分が出てくるかもしれませんね。ただまあそれを補って余りあるこのね軽さとこのサイバー感は確かにありますので、これをおすすめしたい方というのは特にまあこれからキャンプを始めたいですとかキャンプ始めたけど何を買っていいかわからないという方の中で、荷物をねこれからどっちかというと絞る方向で少ない荷物でキャンプをしていきたいという目標を持っている方にはですね比較的おすすめできるテーブルになるかなと思います。逆に言うと普段車で行くから、荷物が多くても快適な道具を目指したいという方であれば、もうちょっと他のねキャンプテーブルもねあるかなと思いますので、その辺は自分のスタイルに応じてですねチョイスした方がいいかなと思います。キャンドゥさんとかのテーブルの方がおそらくテーブル面は広くて価格的にもねキャンドゥさんの方がちょっとお高くなりますので、今回のこのテーブル1100円で購入できるということで、なかなかね、狙いどころとしてはまあ今までない角度から面白い商品を出してきたなとは思うんですが、ちょっとねどうだろう、ここの真ん中の部分がねガチャガチャやってるとちょっと開いたりすることもあるので、そういったところでまあめちゃくちゃタフな使い方というのには向いてはいないと思いますが、まあ荷物軽くてコンパクトということは間違いございませんので、そういったテーブルをお探しの方はねぜひちょっとダイソーさん多分発売したばかりですのでまだ在庫ありますので、そちらの方もチェックしてみていただければと思います。一応解体もしてみますが、外側に外して上に上げると取れる感じですね。でこちらも足は上に上げるだけということですね。私みたいにパワーファイターが思いっきり力入れれば各パーツ思いっきり曲がる気はしますね。でこんな感じで、まあ、パーツを組み合わせることで、まあ、天面1枚分の大きさで持ち運びはできますので、まあ、コンパクトでやることは間違いないかなと思いますので、そういったものを探していたという方はですねぜひダイソーの方に探しに行ってみてください。ということで最後にご紹介いたしましたのはアルミテーブルでした。ということで2023年の6月の頭にですね発売が確認された新商品ということで4品ご紹介してまいりました。特にテーブルに関しましてはねおそらく出たばっかりかと思いますし、ラッチオーブンはね発売当初はまだなかったという方でも現在では店頭に並んでいるケースが多いと思いますので、ぜひね改めて欲しかったという方は店頭を見に行っていただければとは思いますが、まあ、今回の新商品はねどれもまだ発売したばかりということで、ダイソーの方に早めに行っていただければゲットしやすいかなと思いますので、気になる方はお店の方に走ってみてください。ということで、今後もですね100円ショップのアイテムですとかキャンプにまつわる道具の話を中心に、キャンプこれから始めたいですとかキャンプを始めたけど何を買っていいかわからないという方に向けて動画をね作っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録いただければ幸いです。ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。